はい、どうもこんにちは、めぐです。本日の動画は浮かせる収納おすすめ6選を紹介していきたいと思います。浮かせる収納は掃除がしやすかったり、狭いデッドスペースを活用できたり、水回りでは水切れができ、衛生的で綺麗を保てたりとメリットがたくさんあります。私も浮かせる収納が大好きです。マグネットで貼り付けたり、フックでかけたりと、たくさんの収納方法、またたくさんのアイテムを活用してるんですけれども、そんな中でも今回は6選ということで6個紹介したいと思います。ぜひ最後までチェックしていただけると嬉しいです。それでは早速スタート。本日ね、雨でちょっとね画質が暗かったりするんですけれど申し訳ないです。まず1点目はこちらのマグネットボード。私は IKEA のもので 40×60cm のもの、お値段1299円のものを使用しています。こちらはメンバーさんだと999円で買えるそうです。私はお便りだったりとか、あとは子どもの給食のカレンダーだったりとか、目につけておきたいもの、部活の予定表だったりとか、そういうものを貼り付けています。今はねポストカードが貼ってありますね。ここには無印のアイテムを使ってメモ帳を入れています。このマグネットのバーは単体でもね、こうやってお便りを留めたりとかするのにも使えます。私はこの無印のケースをかけるのに使用しています。他にもスリムなタイプもあるので、ペンとかを収納するのにも使えます。私は生活感が出るお便りなどを貼り付けていますが、インテリアとしてポストカードとかを貼り付けるのにも使えるかなと思います。私はこんな感じでホームセンターか100均で買ったピンで取り付けています。かけているだけですね。ちなみにこのマグネットは楽天で購入したものなんですけれども、縦にも使えるし横にも使えるというものになっています。とってもシンプルでね、おしゃれなデザインです。ちょっとね、我が家で使ってるとそんなにおしゃれには見えないんですけれども、とてもおしゃれなマグネットです。次に紹介するのがこちらの日番のテープカッター。お値段が参考価格で973円。 Amazon や楽天にも売られていましたが、私はカインズで購入しました。こちらはとっても強力なマグネットなので、落ちたりする心配もありません。以前100均でも購入したんですけれども、100均のものはすぐに落ちてしまって壊れてダメになってしまいました。そして刃が斜めになっていて、とても切りやすい構造になっています。片手でテープを切ることができます。とても切りやすいです。上の部分にはペンを入れれるようになっています。ちょっと細めのペンとかしか入らないので、私は使用してないです。食品を冷凍保存するときにジップロックなどに賞味期限とかを書くのに使っています。冷蔵庫横にいろいろ貼り付けるのはごちゃごちゃ見えて嫌だという方もいるかもしれませんが、私は実用的なのでここにいろんなものを貼り付けてしまっています。こちらは無印のフックになっています。今は使用していないんですけれども、例えば病院に行って薬をもらったとします。これを薬だとして、飲まないといけないものはしまい込んでしまうと忘れがちなので、こういったクリップで挟んで貼り付けて家族が目につくような場所に置いています。例えば皮膚科に行って塗り薬をもらったとします。そしたら100均のクリップをつけてかけておいたりするようにしています。物によってはね、冷蔵庫保管じゃないといけないものだったりとか、冷蔵庫はねちょっと熱くなってしまう可能性があるので、そういったのがね気になる方はあまり向いてないかもしれないんですけれども、私はね気にしず結構かけてしまってます。次に紹介するのがこちらのタワーの歯ブラシホルダー。参考価格は1100円になります。もともとは吸盤で取り付けるタイプのものなんですけれども、セリアの何度でも剥がせるフックを使ってかけて収納しています。100均にも今いろんなホルダーが売られているので、5人家族でなければこちらは選ばなかったかもしれないです。とてもシンプルな形状なので洗いやすいです。取りやすさ、かけやすさも申し分ないです。その他歯磨き粉やコップ、ボトルなどすべて浮かして収納しています。次に紹介するのがニトリ吊り下げハンガーというものになります。過去動画でも使用の仕方紹介しています。
このようにもともとあるポールにかけるだけで簡単に設置ができます。ポールの部分がウッドなのも可愛いですね。寝室にもニトリのものと似たようなブランコハンガーというものを使っています。過去に何度か紹介したものです。こちらももともとある太いポールにかけるだけのものになります。ニトリのものではないですが、娘部屋でも使用しています。次に紹介するのがこちらのピタットキャッチ。どこの百均にでも売っているようなものになります。私はこういったお掃除用品を取り付けて使用しています。粘着テープで簡単に取り付けることができます。ただし壁紙に貼る場合は剥がれてしまうので注意してください。衣類家電の横にデッドスペースがあるので、そこに掃除用品をかけて収納しています。リビングから見えることはないです。リングライトやコロコロをかけたり、あとはワイパーにつける、お掃除アイテム、モコモコしてるやつ、名前なんでしょう、そういったものを100均のケースに入れてかけて収納したり、その他お掃除アイテム、いろんなものをここにかけて収納しています。こういったシート類もクリップをつけてかけて収納しています。2階では屋根裏に使うこういったアイテムをかけておくのにも使っています。かけるというよりかは倒れないようにしていますね。ちょっとしたデッドスペースに取り付けることができます。次に紹介するのがマーナのマグネットオケです。もう SNS とかで大バズりしたマグネットがついているオケになります。簡単にマグネットで壁につけることができます。少し小ぶりな大きさですね。マグネットがくっつく浴槽の壁の場合はもうオケはこれ一択じゃないかって思うぐらい気に入っているアイテムです。そこのマグネットが錆びてしまわないか心配だったんですけれども、2年ほど使ってますが今のところ綺麗な状態です。めちゃくちゃおすすめです。見栄えはあまり良くないですが、その他のお掃除アイテムも全てかけて収納しています。ここにつけているバーもマーナのものになっています。フックがね動くので、かけているものの大きさによって場所を調整できるのがいいなと思っています。このブラシとかもマーナですね。過去動画で紹介してるんで、よかったら見てみてください。こんな感じで今回は浮かせる収納を紹介してみました。いかがでしたでしょうか。欲しいアイテムがあった方はぜひ気軽にコメント欄で教えていただけると嬉しいです。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。子供たちがめっちゃ騒いでる。